急にすごい眠気に襲われて、それでちょっと5分間だけもう5分間だけ寝ようって思ってタイマーセットして、そう5分間だけなんて、5分間だけ寝るなんてそんなことできるわけないのに、そうできるわけないのにそんな風に思考がなっちゃって、5分間だけ 寝て私は絶対起きるんだって。そうで、そう結局気づいたら40分になってたの。やばいってなって、そっからちょっと23時にちょっと変更しました。すいません、こんばんは。ニコヤお疲れ様、お疲れ様、ありがとうございました。今日はよく起きれたね。うん、今日はですね、公演に出させていただきました。2人の生誕祭で、わ、まきまきさんのタワー、タワーかー、ありがとう、タワーありがとう、こんなこんな時にタワーありがとうございます。ありがとう、ちょっとお礼かけますね。マキマキさんありがとう、タワー、あーなんか声がなんか出にくいな。ありがたわね、ありがたわだね、本当に。ありがとうございます。こんばんは。汗が引いてめっちゃ寒いんだよね。もう寒すぎてもうなんか冬みたい。ありがとうございます、マキマキさん。25日だよね、今日は。もうね、日付がわからないんです。25、マキマキさん、クマちゃんタワーありがとうございます。いつもありがとうございます。やばい、リップ塗るの忘れてた。ありがとう。リンゴパンの炭水植物最高でした、あ、ありがとうございます。そうなの、今日は炭水植物しました、ありがとう。そうなんですよ、今日
日はね、お昼公演がゆきりかの生誕祭、夜公演がさやかりの生誕祭で、そう、とってもとっても感動しました。こんばんは。とってもとってもね、素敵な生誕祭でした。そうなんですよ、私も短日植物は実はやるの2回目で半年ぶりぐらいだったんで、そうちょっとね久々だったから、やっぱなんか2人って緊張するんだよね、めちゃめちゃ。そうで、さらに生誕祭アンピーちゃんの時ぶりぐらい、いや本当にそうなんですよ、その時ぶりの2回目で、両方とも生誕祭というね、なんかそう、あんちゃんの時もさやかりの今日の時も両方生誕祭の時に、そう一緒にこうねやる機会をいただけて、本当にすごく光栄だなって思いましたね。こう私と一緒に本当にね生誕祭という時に、すごくすごく光栄なことだなって思っていたんですけど、無事に終わることができてよかったです。昨日はリアルお話会ありがとう。ありがとうね、リアルお話会昨日も、そう昨日ちょっとショールームできなかったんでね、ありがとうございました、来てくださった皆さん。ちょっとまた皆さんとゆっくりお話ししたいなってすごいね思ったね。本当にこんばんは。うん、次のリアルお話し会がまだ次いつやるかね決まってないので、皆さんとまたゆっくり話す、会ってね、次オンライン最後ありますけど、最後残ってるけど、直接会って話すのはねもう機会が今ないから。こんばんは。やっぱりやるお話がめっちゃ楽しいなって本当に思う。めっちゃ楽しい。こんばんは。ありがとうございます。もう本当に皆さんに改めてもう感謝の気持ちがね本当に強かったですね。昨日も来てくれた皆さんに対して、うん、改めてね本当に何かうまく話せないとかそういうのはもう全然気にしなくてねいいですよ。とてもとても嬉しい、もう気持ちが本当に嬉しくて、私のところにも来てくれるっていうだけで、
嬉しい、ありがたい。なんかもう皆さんの存在が尊いです。本当に私のファンの方の皆さんの存在が尊いです。もう本当に、もう皆さんが尊い、尊いの。本当に昨日ずっと考えてた、それ。大丈夫か、だって。うん大丈夫と思うよ、多分こんばんは。なんか今ちょっとね、なんかあれですね、ちょっとあれなんです今なんかね、ちょっと自分の気持ち的に今あれかな、今はちょっと沈んでる時期かもしれない。なんかすごいね、この最近、まあ最近っていうか、まあちょこちょこね、皆さんと会う機会とか、まあ活動とかね、あるんですけど、なんかすごいね、やっぱ自分の不甲斐なさを感じるというか、ことが結構あるんですよね。だからそういうのをずっとぐるぐると考えてますね今は。そう、ポジティブでいこう、だって。いやいや、でもそれはすごく大事なことだと思う。でもね、私も本当にポジティブにな、自分でなったと思ってて、いろいろ物事
ポジティブにね考えられるようにはもちろんなったんですけど、やっぱりポジティブになったけど、なったんだけど、やっぱそう思う時もやっぱ来るなっては思うから、もうな。全部が全部ポジティブに持っていくっていうのを言うこと、それがいい、良くもあるし、悪くはないかもしれないけど、別に、こんばんは。なんか今見てる人さ、すごいさ、冬みたいな今冬って思うかもしれない。ポジティブって少し無理するって面もあるし、ネガティブって自分と向き合うって面もあると思う。あーでも確かに確かにね。なんか皆さんとさ、皆さんとあれしたい、皆さんとなんかあれしたいです、語りたい語りたい。皆さんどんな風に過ごしてるんですか、人生。皆さんに人生相談、皆さんに人生相談したいな。目の前にあることをやっていくだけだよ。でもそれはもうそうですよね。それはね、本当にその通りだと思う。だけどさ、目の前のことをやるだけだよって、それがなんか難しいこととかもあるじゃん。目の前のことをやるだけなんだけど、その過程でなんかさ、ね、大変なこととかあったりするじゃないですか。いろいろね、あって、なんか
それはね誰しも絶対そうだとは思うんだけど、そうもうそこでそこね、なんかもうそうだね、もうねなんかね なんかねそうそこでねもう自分のことがねもう嫌になっちゃうんですよ、わかる？すっごい嫌になるの本当に。わかる、あわかる、みんないいなあ、わかってくれるかな。もうそんなことをね言い出したらもうねキリがないんですけどね、そことね戦う大変さをすごい実感している。自分のことを自分で好きでない人を好きになれないかな、だって。いやそれもそれもねそれも絶対そうだと思うんですよ、それもね本当に分かってるんです。いやそうだよなって、絶対皆さん絶対そうだよなって、それもすっごい分かる、分かってるんですよ。そうだからこそうーってなる。だからこそとってもそう、いやもう本当にその通りなんだけどね。ちょうど今のアルバンちゃんの年に自分も考えすぎて潰れたから、考えすぎないっていうのも大事、考えすぎないっていうのも大事。うん確かにそれもそう。なんかどうしたらいいんだろうね、じゃあどうしたらいいんだろう。どうしてしたらいいんだろうな。お見送りで初めて目合って嬉しかったです、ありがとう、だって。ありがとうございます。初めて目合った、私ね結構ね皆さんの一人一人目こうやってちゃんとビーンって見てるんだけどね。でも良かったです、今日会ったなら。あやばんちゃんが一番楽しい
と時を見つける。考えないように考えても結局考えちゃうよね。めっちゃわかる、めっちゃわかる。それそうなんだよ、あの考えないように考えないようにって思ってたら考えちゃう。それはそうなんですよね。それは確かに言えてる。それはそうやね。うん、うん、お、一応専門的な話はすっ飛ばして長風呂だけおすすめしてくれ。長風呂はね、私もやってますよく。長風呂いいよね。いや私もね、すごい最近お風呂好きで、あのお風呂の湯船に浸かるのがすごい好きなんで、結構もう気づいたらすごい結構時間経っちゃってますね。こんばんは、短日植物サイクリーの式でお疲れ様、ありがとう。てか今思い出したんですけど、最近ずっと気になってたことがあって、あの化粧水とかあとパックとか冷蔵庫に入れた方がいいの、入れたらどうなるのかなって、なんかその効果落ちたりするのかなって思って、なんか冷蔵庫に入れたいなって思ってるんですけど、あの冷たいからさ、こう気持ちいいじゃん冷えてたら、だから冷蔵庫に入れたいなって思ってたんですけど、でもなんかちょっと効果とか落ちるのかなって思って、どうなんだろう、なんかだとしたらそのまま、なんか一応今普通に部屋の中置いてても使ったらちょっとひやりするから、そうだからまあ別に入れなかったら入れなかったで別にどっちでもいいんですけど、でも入れた方が絶対もっとなんかひんやりして気持ちいいから、どうなんだろうなーって思ったんですけど、やっぱ常温の方がいいのかな、常温推奨なの。あ、ダメなんだ。
ダメなんだ。そっか。まあいいか。じゃあ。じゃあそのままにしとこうかな。なんかそういうこと聞いたらなんか入れたくなっちゃう。冷蔵庫の中やっぱ入れたいなーってなっちゃう。最近ドジったこと？うわ、最近ドジった、いや、なんかあったな、最近そういえば。いや、なんかあったんだよな。うわ、でもちょっと思い出せない。なんかあったんだよな。結構私ね、なんかドジってること結構あるなって思うんだよね。今日の夜のお見送りでドジったけどね。ああ、そういうことね。てか私ドジってることばっかりじゃないですか。もうやばい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 。マイナスモードに入っちゃってる。なんか今日の公演とかでもさ、なんかあんまりうまく今日話せなかったなーってずっと終わってから思ってて、やばいやばいやばい、あかん。メガパン出てきちゃってるよ。ダメだよ。なんか久しぶりになんかこんな感じのスイッチになってるかもしれない。本当に。ダメだね、ちょっと本当にダメだ。もう切り替える。もう今日寝たら切り替える。もうならいい詩が書けそう。詩？どんな感じ？そういうのはね書けないかな。でもそういう思考がない。ない。
かすごい今日ね髪の毛もうバリバリなんですよ。バリバリ本当にもうねバリバリじゃないの、バリバリ今日やばいです。今日スプレーを髪全体にもうかけすぎててバリバリ乾麺くらい、うん、もうここ乾麺だよ、ここ乾麺なになってる、ここ本当に。てかあれだ、畳畳ここ畳になってるもん、あの畳のあのこう繊維に沿ってかさ、こうやってわかる、なんかツルツルなってるじゃん畳って、そんな感じ。今ここ今ね後ろでこう止めてるんですけど、ここキュッてやってもらったからもうここ畳になってる。すごい本当に畳の音みたいなする、あのいぐさ、いぐさ、あいいな、畳行きたいかも、畳行きたい、分かった、私何が足りないのかって思ったら分かった、私の今の人生に畳が足りない、だってこの家畳ないもん。私 の、 あの実家の方には畳はあるんですけど、あの畳ってさこう畳の匂いあるじゃん、あの畳の匂いってさなんかちょっとさ落ち着きません、落ち着き効果みたいなあると思うんですよ。私いやちょっと畳部屋があったらねちょっと今いけるいい感じになると思うんだよな。イグサ、なんかイグサマットとかそういう感じじゃないの、マットじゃなくてもう畳部屋、もう畳の部屋っていう、あのできればなんか障子とかある感じのなんかそういうところがいに行ったらいいのかもしれないって今すごく思った。なんか畳の部屋とかでさ寝転がったりしたらさ気持ちいいじゃん、めっちゃ。そう分かったよ、そう絶対そうじゃん、だってもうなんかここもうあれだもん、ツルツルしてるもんこの床、もうツルツル床だもん、ツルツル床しかない。こういうのなんて言うんだっけ、普通に全部同じ同じ部屋、全部同じ部屋、洋室って言うんだっけ、洋室和室、洋室か洋室、フローリング、もうねー絶対そうなんだ。もうよあの和室部屋、いやあのね、あそうダメなんだ、いやだね、ここのね後ろをこうやって掘ったら和室いけるかなって思ったんだけどダメなんだ、これね後ろねお風呂あるんですよ多分、この中お風呂入って、お風呂が湯船じゃあお風呂室お風呂室なんですよ、このね、あのここの唯一ここの壁、こっち側もこの側面も壁があって箱みたいになってるんですけど、ここ何があるんだろうって、ここねあのなここのさこれなかったらさ部屋もっと広いのに、これ何があるんだろうなって考えた時にここの中はねあのそうお風呂だったんですよ、だからここ掘っちゃダメだね、こうさ小さいさ和室部屋とかにさできるかなって思ったんだけどできないね、さすがに。あ無理かな、さすがに。
茶の教室。ああ、お茶の教室とかあるのかな、茶道みたいな。わいいね。なんか私ね、高校生の頃に一回茶道したことある、何回かしたことあるんですけど、あの茶道の先生がめっちゃなんか怖くて、めっちゃ怖くて、なんかあんまいい思い出、いい思い出というか怖かった記憶しかないんだよね。だから先生になんか怒られないように、そうちゃんとしなきゃっていういう感じで。え、あるか、いいねそれ。お茶でさっ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 やるやつだよね。そう、でもさ、そう厳しいよね絶対。もう畳どころじゃなくなっちゃう、それねしたら。もう畳に和みに来たのに、もうその畳どころじゃないわって なりそう。お抹茶、そうお抹茶。こんばんは。なんかすごいここ髪の毛。足、あーそうね、なんかね、足がしびれない正座の仕方っていうのを教えてもらったんですよ、その時に。なんかすごいね、足の裏を広げるみたいな感じだった気がする。足の裏をなんかこうビヨーンってあの広げて座るっていう、あの正座するんです。ビヨーンって伸ばすんです。ビヨーン。そう。例えばなんか今日久々にあれ、なんか今日エディオンのあのステージの袖のところになんかパソコンのキーボードがあって、あの本当にあのノートパソコンとかじゃなくて、こんばんは、ノートパソコンとかじゃなくて、あの本当にパソコンのさ、あの何、本当に押すタイプのボタンになってる、あのパソコンのキーボードあるじゃん、あれ久しぶりに見たんですけど、あれがなんか置いてあって、そう私あのタッチタイピングが、タイピングが得意なんです、てか得意だったんですよずっと。で最初の頃はそれ特技にしたりしてたんですけど、あの加入当初は。そうでね、今日やったら、まあ、一応この指とか覚えてはいたんだけど、なんかちょっとね遅くなってたかも。でも得意だったの、本当にめちゃめちゃ得意だったんですよ、結構早かったの。あのね、ビジネス文書実務検定っていうやつをあの私は持ってて、あの文章を作るやつとかな、やつなんですけど、あの文章作るのめっちゃ好きだったの、本当に。あの楽しいよねこれさ、パソコン打つのカタ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 って。カサ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 
わかります、あの文章作るの、あれめっちゃ楽しくない？あれ本当に楽しかった、あの文章作り、これ通りに時間内にこれ通りにつあの打ってくださいっていうやつ、あれめっちゃ楽しかった、楽勝だぜって思ってやってたもん。こんばんは。楽しそう。そう。なんか久々にやりたい、パソコン。カタ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 って。こんばんは、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 あやばんと一緒にキーボード打つイベントしたい。何それ、キーボード打つイベントってさ、楽しいのかな、それめちゃめちゃ地味だよね、そのイベント。でもさ、多分皆さんなんかもっと多分早いんだろうね。だって皆さんはさ、お仕事とかでさ、パソコン使ってる方たくさんいらっしゃると思うし、さすがに負けますわ、それは。ずっと使ってないからさ、パソコンとか。だから今日やってみたら、あ、なんかちょっと遅いわーって思ったし、あれ、ああいうのは毎日こうね使ってるから、そうだからね、指がこう慣れて楽勝にね、なる。だろうね、きっと。そうなんですよね。じゃあ終わりますかね。もうすぐ12時だね。じゃあ今日はありがとうございます、皆さんギフトもありがとう、本当にたくさんたくさんありがとうございます。13位さよっちょさん、ありがとうございます。12位 FM さん、ありがとうございます。11位クロポンさん、ありがとうございます。10位ギルさん、ありがとうございます。9位お姉さん、ありがとうございます。8位たかゆうさん、ありがとうございます。7位ひるまんさん、ありがとうございます。6位あよに D さん、ありがとうございます。5位さきさん、ありがとうございます。4位かずいさん、ありがとうございます。3位やすべさん、ありがとうございます。2位さなべっちさん、ありがとうございます。じゃあ1位はまきまきさんでした。イエーイ、ありがとうございます。
ありがとうね、あのタワーも本当にこんなこんな配信にタワーをありがとうございます。じゃあ皆さん、明日か月曜日か、うわもう月曜日が早いよね、早い、ちょっとなんか今間違えたかもしれない、明日から月曜日なんで皆さんまた頑張りましょうね、1週間えいえいおー、じゃあ皆さんおやすみなさい、バイバーイ、おやすみなさーい。